ゼロから教えて、ホリエモン。まだまだこれ続くと思います。誰も多分、オリンピックの招致委員会、これ、一応助言をしておきますと、もしですね、高橋晴行さんの口利きで、オリンピックのね、広告出してる会社さんあって、手数料なり、なんなりで、高橋さんの関連会社、あるいは高橋さんの会社にお金を払ってる会社あったら、すいませんって、東京地検特捜部に行った方がいいと思います。誰が捕まりますか？やっぱそういうことを狙ってるんだと思いますけれども、いや、戦ってもいいですよ。戦ってもいいですけど、高橋さんと一緒に戦ってもいいですけど、まあ、高橋さん以外は戦うだけ意味がないと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。別の動画もぜひご覧ください。